はい、サニちゃんです。今回はシルバニアファミリーのフレンチブルドッグファミリーを開封します。9月の10日発売になりましたフレンチブルドッグファミリーですね。こちらね、シルバニアファミリーの公式オンラインショップですとか関連施設でのみ販売というね、限定商品でございました。箱こんな感じですね。かわいい。後ろにね、お話載ってます。サクッと読んでみましょう。フレンチブルドッグの男の子ロンと女の子のアンはいつも一緒。二人で仲良く日陰で遊んでいます。私たちとも遊んでと赤ちゃんのニコとコニーがやってきました。お父ちゃんのお父ちゃんお父さんのダンとお母さんのロリーはのんびり日向でゲーム中。ちょっとここ寒くない？だんだん暑くなってきたわ。暑いのも寒いのもどっちもちょっぴり苦手だから日向と日陰を行ったり来たり。それでもお外が大好きな一家なのでしたと。あれですかね、フレンチブルドッグはそういう感じなんですかね。暑いのも寒いのもね、このどっちもちょっと苦手っていう、そういったワンちゃんなんですかね。はい、こんな感じの箱になってました。では開封していきますか。こんな感じでね、入ってますよ。あら、かわいいね。かわいい、うん、かわいいかな、うん、かわいいでいいよね。はい、では開封します。こんな感じで並んでいただきました。フレンチブルドッグ一家、こちらの家族はですね、まあ、家族構成ね、お父さんお母さん男の子女の子、そして赤ちゃん2人、赤ちゃん2人も男の子と女の子だそうですね。公式さんのですね、紹介にも明るくて元気なファミリーを感じるポップな色合いの服を着ていますと書かれてましたね。すごくポップな感じがね、伝わってくるお洋服かなと思います。はい、ではお一人ずつご紹介していきましょう。お父さんでございます。こんにちは。お名前ダンチェッカーズさんということで、チェッカーズさんちのダンさんということでございます。お父さんね、お体お顔真っ白な感じですね。くるりんと一周してみましょう。はい、こんな感じのお洋服を着ていますね。ここにね、尻尾がちょこっと見えてますね。これ尻尾ですね。はい、お父さんね、プロフィール見ますと愛嬌のある可愛いお父さんと書かれてますね。ちょっと不器用だけどいつも誰かが手を貸してくれるのでなんとかなっちゃうようですっていうね、ちょっとなんか調子のいい感じのお父さんかもしれないですね。はい、でキャンプが好きだけど段の作業中は周りのみんなはヒヤヒヤ見ていますっていうね、ちょっとね可愛い感じのお父さんなんですね。お顔ね、真正面から見るとね、このお鼻のところでちょっと目がね、全部見えない感じですよね。こうするとね、お顔全部見えます、ね、これ可愛いですね。これ、はい、こんにちはって感じ。このね、やっぱり お鼻というか口の周りがね、フレンチブルドッグさんの、ね、特徴でございますのでね、はい、とても可愛いんじゃないかなって思います、ね、お洋服ね、つなぎのお洋服になってます、はい、ここ肩紐ね、ゴムですね、はい、こんな感じのお洋服を着ているお父さんでございました。お母さんです。お母さんお名前ロリーチェッカーズさん、チェッカーズさんちのロリーさんということでございますね。はい、とてもね、可愛らしいポップなお洋服着ています。では一周ね、くるりんと、はい、こんな感じで、スカート自体はね、紺色のねワンピースみたいな感じなんですけど、このスカーフっていうんですかね、このスカーフがねついてることによってとても可愛い感じに仕上がってますね。はい、あ、中着てた。中これお洋服着てないのかと思ったらまさかの着ていましたね。シャツ着てるんだ。中いわゆるまあジャンパースカートみたいな感じで合ってる、うんですね。あ、こんな感じで、さすがチェッカーズさんですね。中もチェックのお洋服でございました。これはね、あ、そうか、ここにちゃんとね襟があるタイプのシャツですね。はい、これこれでね、でも可愛いシャツかなと。お、置いとくぞ。とてもね可愛いシャツかなと思います。はい、尻尾
尻尾、こんな感じの尻尾でしたね。どうですかね、最近はこういう感じのね尻尾が多いですかね、シルバニアはね。昔はよくねこう取れやすい尻尾ではあったんですけど、最近はこういう感じの、まあ、取れない尻尾になっていますね。サイズはね一緒みたいですね、特にサイズは違わないです。すごく気になったのはここすごい気になるよねここ、この模様ね、上から見るとすごいね、気になるねこれで、後ろから見るとこれ、ここもすごいよね、わかるこれなんか面白くない、なんかすごい本当に、何これボブみたい、横から見たらね、ここに髪がねあるみたいよね、はいこんな感じです。はい、とても可愛いお母さんでございました。そうお母さんもね、耳の中はピンクですね。そうで、あ、そうそう、お花の色、お花の色どうですか、お父さんと一緒、お父さんの方がちょっと明るいねブラウンですね、気持ちね、お花の色が違いましたね。あ、そうお母さんのねプロフィール全然紹介してなかったですね。お母さんはですね、社交的で明るく、好奇心が旺盛なお母さんということですね。娘のアンと同じ娘のアンと同じ癖で興奮するとつい鼻が鳴ってしまいます。鼻が鳴っちゃう、ほうちょっとなんか豚っ鼻みたいな感じになっちゃうのかしらね。でおやつが大好きで食べるのがやめられませんって、これはね、うん、私と一緒かもしれないですけどね。はい、でボードゲームが強いですって書いてます。あ、それでね、日陰でゲームをしてるっていうお話だったんですね。なるほどって感じでした。はい、男の子ですね、お名前ロンチェッカーズ、ロンくんでございますね。お母さんとね同じ模様でしょうかね、うん、つなぎのねズボン履いています。くるりんと、はい、後ろ側こんな感じ。ここのね頭の模様までねお母さんと同じですねはい、くるりんと一周しました。お洋服もねお母さんと同じ感じで、このボタンのね色なんかも同じっていう方ですね。はい、ではプロフィールね、おっとりした男の子、お散歩もお昼寝も大好きです、誰とでも仲良くなれるけど寂しがり屋さんなので一人は苦手ですっていうね、そんな男の子ロン君でございました。女の子アンチェッカーズ、アンちゃんでございますね。もう全身真っ赤って感じですね。スカートもねチェックのシャツもリボンも全部赤をベースにしていますって感じ。アンちゃんはお父さんに、なね、白いお顔をしていますね。はい、くるりんしてみましょう。はい、こんな感じで、くるりんと。はい、この耳のね、リボンは、ここね、ゴムになってますのでね、もちろん取ることはできます。こんな感じで。ここね、ずっとつけっぱなしだと、ちょっとこんな感じで跡ついちゃう感じですね。あんちゃんはどんな女の子なの?ということで、かけっこが大好きな元気な女の子ですと、楽しそうなことを見つけると興奮して鼻息が荒くなってしまう癖がありますってね、さっきお母さんと同じって言ってましたもんね。楽しいことを全部に手を出してしまうのでお部屋を散らかしがち、 お片付けも苦手です、元気いっぱいすぎてねちょっと散らかしちゃうんだよっていう、かわいいあんちゃんでございます。女の子の赤ちゃん、ニコチェッカーズちゃん、ニコちゃんでございますね。はい、ニコちゃんは模様はお母さんにですね、ただちょっと頭の上はまだね、あのギザギザ1個ですね。でお母さんクラスになるとですね、ほらギザギザが増えてますね細かいギザギザに、ね、なっています。後ろここは同じですね、1個ありますもんね。はい、スカーフはね取れます、こんな感じでヒラリーンと、よいしょ、あらかわいい、とってもシックでかわいいですね。この何ロンパスっていうの、サルペットっていうの、いやこれどう、これ初めてじゃないこの色ね、こんな紺色のシックな感じと
とても可愛いですね。でここにね赤が入るとまた全然違ったイメージでしたもんね。脱いだらあらとても可愛いです。赤ちゃんはね手足もちろん動きます。こんな感じでね、はい、頭ももちろん動きます、はい。ではでは女の子の赤ちゃん2個は人懐っこく甘えん坊さんということですね。枝や小石を集めるのが好きで宝箱に隠しています。最後ですね、男の子の赤ちゃんコニーチェッカーズでございます。ドダドーンって感じで最後の登場になりました。この子はねお姉ちゃんと一緒で、そしてお父さんに似ているっていう感じですね。なんかこうしてみるとちょっとねクマちゃんにもね見えますね、うん。一応一周するとくるりんと、はい、こんな感じでございます。青いねチェックのスカーフをしていて、お洋服の方は赤ということで、さっきのねニコちゃんとはこう色がお揃いコーデっていうんですかね、ね感じですね。これちょっとね撮ってみます。またねこれこうねつけてる時と印象が全然、ほらなんか急に幼くなった気がします。コニーはですねどんな赤ちゃんなのかというと、誰にでも話しかけてしまう人懐っこい赤ちゃんです。砂場で穴を掘ることにハマっていますっていう、ね、穴掘りが大好きですっていう、そんな可愛い赤ちゃんでございました。はい、ということで今回はシルバニアファミリーのフレンチドッグファミリーを開封してご紹介しました。いかがでしたでしょうか。今回ねこの、フレンチブルドッグファミリーね、実は白い子ね、お父さんとか、まあ、女の子とか、まあ、短いんだけどでもちょっとこうなんかふわっとしてる感じの毛並みなんですけど、こちらのね、まあ、お母さんとかこの子とか、まあ、模様がある子はどっちかっていうとねこうザラザラしてる感じがします。まあ、これはね多分、まあ、作る時のですね、ね誕生秘話といいますか、誕生にね必要なこのねこの色付けというか、まあ、そういった状況の中で多分そうなるんだと思うんですけど、ちょっとねゴワゴワしてる感じがしますね、うん。でこの子のタイプっていうのはコーギーさんたちとか、あと、柴犬さんとかもそうだったかな、とかあと怠け者さんとかもそうなんだけど、そういう系の子たちちょっとねこうちょっとザラザラしてるんですよね、触り心地がね。で、まあ、通常のいわゆるシルバニアは、まあ、どっちかというと多分こっちのふわふわしてる子だと思うんですよね。フェネックちゃんとかもそうですし、ポニーちゃんたちもどっちかというとこうふわふわしてる感じですね。別にねどっちがいいっていうわけではないんですけど、触り心地はもちろんねこっちの子の方がいいんだけど、これはこれでねなんかねこの硬さもまたねいいなって思っちゃうんですよね。でもこんなねちょっとマニアックな話をしましたけれども、今回もね最後までご視聴いただきましてありがとうございました。他にもですねシルバニアいろんな開封やってますので、よろしければ見てってください。それではサニちゃんでございました。バイバーイ。